キング&プリンス、平野翔さんと、あなたの相性を、西洋占星術で占うよ。あなたは、十二星座の何座かな。自分が何座か分かったら、平野さんとの相性が解明するよ。ちなみに、自分の星座以外の結果も見ると、相性の比較ができるから、十二星座全部チェックしてみてね。お羊座。あなたと平野さんは、明るくて楽しい時間を過ごすことができると思います。楽しいだけではなくて、お互いにアドバイスをし合ったり、注意をし合ったりして、生活や人生に役立つような、成長できるような機会も持てるんじゃないでしょうか。平野さんが時々、あなたの常識を超えるような発言をしたり、行動をする時があるとは思うんですけれども、それにいちいち目くじらを立てなければ、ずっと仲良くできると思いますし、あなたが、話をちゃんと最後まで聞いて思い込みで行動しないようにすれば、二人は問題がなく衝突などもなく付き合っていけると思います。たくさんの話し合いをしたり、会話をすることができる二人となりそうです。おうし座。平野さんはあなたの優しくて物腰が柔らかなところ、女性らしいところに惹かれるんじゃないでしょうか。一緒にいて癒されるなぁと思うはずです。またあなたも平野さんの非凡な才能や個性あふれる性格に惹かれるんじゃないでしょうか。二人とも考え方をすぐに変えるような人ではなく、この人は信頼できるなぁと思ったら末永く仲良くしていきたいと思う性格なので、心をオープンにするまでは多少時間がかかるかもしれないですけれども、一旦仲良くなると末永い付き合いになりそうです。あなたが平野さんの自由人なところや、あまり干渉されたくない性格を理解してあげると、さらにいいと思います。双子座。二人は新しいことや楽しいイベントを共に楽しむことができる、刺激あふれる関係を作れそうです。一緒にいて飽きるということがほぼないのではないでしょうか。マンネリになりにくい関係といえます。喧嘩なども起こりにくい関係で、価値観が似ているところもあるんじゃないでしょうか。異性同士なんですけれども、同性のような友達感覚で付き合える、そんな2人になりそうです。ただ他人同士なので、相手の理解できない行動や、自分だったらこうするのにと相手を受け入れられない面というのもお互いに出てくるとは思うんですけれども、それをあまり大きく捉えず、ネガティブに捉えることなく、そういうところも平野さんのいい面なんでとプラスに捉えるようにすると、さらにいいんじゃないでしょうか。蟹座。あなたから見ると平野さんは分かりやすい性格だなと思えて、次に平野さんがどんなことを言うのか、どんな行動をするのかっていうのがなんとなく分かってしまうんじゃないでしょうか。あなたは普段から勘が良いので、余計に分かりやすいんだと思います。時々あなたは平野さんのしていることや言っていることが面倒くさいな、理屈っぽいなと思うことがあるかもしれませんけれども、それが自分にはない素敵な資質なんだと捉えるようにすると、喧嘩などは起こりにくいと思います。ここで主の占いサイトのお知らせです。サイトには、とっても詳しい相性鑑定のメニューもあるよ。詳しくは、説明欄を見てね。獅子座。あなたは平野さんと一緒にいると、目から鱗が落ちるような、こんな考え方もあったんだという驚きと新鮮さ、そういうものを感じると思います。それだけではなくて、平野さんはあなたのことを大切に扱ってくれて、うまくリードしてくれると思うので、そこも嬉しいですね。ただ、いつもあなただけに構っているわけではなくて、他にすることもあるので、あなたがもっと構ってほしい、私のために時間を取ってほしいと、そんなちょっとわがままな気持ちが出てきてしまうかもしれません。その気持ちはわかるんですけれども、そこはぐっと我慢して大人な対応を取ることで、さらに二人の仲が深まるんじゃないでしょうか。乙女座。あなたは平野さんを見て、外見はかっこいいけど肩に力が入ってなくて付き合いやすい人だな、話しやすいなと思うんじゃないでしょうか。想像以上に気楽に付き合えていいなと思うでしょう。また平野さんもあなたの優しいところや丁寧なところ、お行儀が良い雰囲気を持っているところに好感を持つと思います。
ただ平野さんはあなたの想像を超えるようなことをたまにしでかしたり、一般的に見て変人と言われるような行動をすることがあるかもしれません。そうするとあなたは一緒にいるのが恥ずかしいなと思って距離を取りたくなるかもしれませんけれども、そこは変な人と拒絶せずに、これもこの人の個性なんだからと温かい目で見守る姿勢があるとさらに良いと思います。天秤座。最初に会った時からお互いの長所が際立って、この人は素敵だなと思えるような2人になる可能性があります。欠点よりも長所に目が行く関係になりそうです。また2人は人間関係の距離の取り方が似ていて、つかず離れずの良い距離感を保つことができ、たとえ恋人同士になったとしても干渉しすぎたり相手の心にずかずかと入っていくような、そんなことはしない2人なので、そういうところも気が合うなと思うんじゃないでしょうか。最初はそのように気が合うことに感謝をするんですけれども、だんだんとそれが当たり前になってくる傾向があるので、気が合うのはありがたいことで誰とでも起こり得ることじゃないんだと、その気持ちさえ忘れなければずっと仲良くいられるんじゃないでしょうか。サソリ座。あなたは印象がとても強くて人々の心に残るような存在の方なので、平野さんの心にも強く残るんじゃないでしょうか。また優しくて相手のために尽くしたいという気持ちも持っている方が多いと思うので、そのような優しさに平野さんは惹かれると思います。あなたの優しさを平野さんは感謝してとても嬉しいなと思うんですけれども、そんな嬉しい気持ちはあったとしても、恋人と一緒にいるだけが愛情表現じゃないという気持ちも持っていて、その点はあなたは納得いかないかもしれません。なぜならあなたは時間が許すならずっと一緒にいたいなと思う方だからです。そのような点ですれ違いはあるものの、お互いに妥協点を見つけていくことでスムーズなお付き合いができるんじゃないでしょうか。いて座。2人は話していてとても楽しいなと思い、いつまででも会話をしていられると思います。あなたは知的好奇心が旺盛で話し好きなところがあると思うので、とても楽しい時間を過ごすことができたと実感するんじゃないでしょうか。あなたは明るくて勢いがある性格なんですけれども、意外と人のアドバイスもちゃんと聞き入れる素直さを持っていて、平野さんから忠告されたりアドバイスをされたりした時にも、うるさいななどと思わずに素直な気持ちで聞き入れるんじゃないでしょうか。そのようなあなたの姿勢を平野さんは好ましく思って嬉しく思うはずです。そのように性格面では非常に気が合う2人だとは思いますけれども、恋人同士としての甘い雰囲気がお互いに作れないというか、甘い雰囲気になるのが気恥ずかしくてどうしても友達感覚になりがちなので、時には異性同士の愛情表現も自分からしてみる、あなたの方からしてみるっていうことをするともっと良いんじゃないでしょうか。ヤギ座。あなたと平野さんは価値観が似ています。どのような価値観かというと、堅実で誠実なところですね。また金銭感覚もお互いにしっかりしていて、ルーズなところがあまり見当たらないので、そういう意味でもお付き合いしていて楽なはずです。例えばデートに行った時にもお金のことで揉めることは少ないでしょうし、あなたの性格がしっかりしていてきちんとしているところも、結婚したらこの人はいい奥さんになりそうだなと正当に評価してくれるのが平野さんだと思います。ですからそんなに問題は起こらない2人なんですけれども、あなたも平野さんも一度言い出したら引かない、自分の意見を曲げないという頑固なところがあるかもしれないので、喧嘩をするとお互いに謝らないっていうことがあるんじゃないでしょうか。基本的には気が合う2人なのに意地の張り合いで仲が悪くなってしまうのはもったいないので、自分の方がプライドを捨てて先に謝るっていうことができるとさらに良い関係になると思います。水亀座。あなたと平野さんはお互いにしてほしいこととしてほしくないことが話さなくてもわかるので、衝突や喧嘩などが少ないですし、一緒にいて気楽で楽しいなと思うことが多いはずです。お互いを理解するのが難しくないですね。
2人はただ楽しいというだけではなくて、一緒に何かをするととても良いと思いますし、成功できる関係となります。例えば2人で勉強したら一緒に試験に合格することができたり、新しい仕事や新しい会社を2人で立ち上げたりすると成功できる可能性が高くなるという、そんな関係なんじゃないでしょうか。ただ性格が似ている分、相手の欠点が自分の欠点のように思えて同族嫌悪を持ってしまうこともあるので、そのあたりはお互いに広い心で見逃した方が良さそうです。魚座。あなたは優しくて思いやりがあって雰囲気が女性らしいので、平野さんは可愛いなと思ってくれるんじゃないでしょうか。またあなたも平野さんも個性的なところがあって、時に変わってると周りの人たちから言われることがあるかもしれませんが、変わっていると言われるのも褒められたような気分になって嬉しいというところも似ていると思います。平野さんは優しい性格なんですけれども、相手の気持ちを察するっていうことはそんなに得意ではないので、あなたは自分がしてほしいことがある場合、はっきりと言葉にして平野さんに伝える必要があると思います。それさえできれば、二人はとても良い関係を築けるんじゃないでしょうか。終わりです。その他のキング&プリンスの占い動画は説明欄から。